18日の、野球中継で解説をしていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、まあ、試合の中身、劇的なサヨナラ勝利ねえ、劇的でよく勝ったなっていうか、まあ、正直もう完全に負ける試合の流れというか、まあ、本当に両投手、西投手と栗投手が非常にいいピッチングをしてて、まあ、西投手はもう抜群のピッチングをしてて、まあ、本当に9回までほとんど相手にチャンスすら与えないというか、まあ、得点圏に行くこともほとんどなかったですし、9回が初めての先頭バッターを出したとこだったので、まあ、タイガースは逆に4回にチャンスがあって、であそこで1点も取れなかったことで結構嫌な試合展開だななんて思ってたところに9回1点を取られてしまったっていうのもあったので、こういう試合展開になると大体負けるんだよなとか、こういう試合展開になってるとこれ多分さよならあるよなっていう雰囲気とかってあるじゃないですか。正直なかったんですよ。これはちょっと厳しいなというのがあった中での逆転サヨナラだったので、やっぱり今年のタイガースっていうのはまあちょっと持ってるなっていうのもありましたし、ここまでの試合を見てるとこんだけ打線がね苦しんでる中でこの時点では上位争ってるわけじゃないですか。っていうのはやっぱり持ってる力ももちろんそうですし、まあもちろんピッチャーが頑張ってるっていうのはあるんですけど、去年と決定的に違うなと思ったのは、打てない中でやっぱり去年まで課題だったその守備力っていうところですよね。やっぱりその最少失点で抑える守備が結構見られてるっていうのが去年までとはちょっと違うかなっていうのはすごくありますよね。でもそれっていうのは岡田監督になってキャンプの時にそこの部分をすごく徹底してやってたんですよね。例えば外野の送球に関してはシートノックで全部カット間にしっかり投げさす、一人で投げることっていうのをほとんどなしで、その徹底ぶりが、まあ、シーズンに入ってからも結構それがしっかりできてる。内野に関して言えばさっきも言いましたけど、中野選手をコンバートしてセカンドにコンバートすることによって、であと、まあ、大山佐藤っていうこの2人の軸に関しては去年までは結構ポジションがねコロコロ変わるケースがあったんですけど、彼らしっかりサードとファーストに固定するっていうところで、その専門のジャンルでしっかり守備の練習に取り組むことができた。なんか本当に守備力も向上してるなって、もちろんエラーなんかそれは出るものなのですることはあるんでしょうけど、なんかその去年までとはちょっと違った形、それが結果的に打線でなんか点が取れないんだけど最少失点で抑えてるからなんとか勝ちに持っていけてるっていうところにつながってるのかなっていうのはここまでの試合を見てるとすごく感じますよね。タイガースはピッチャー陣がいいですから、まあ、ちょっと今ね、ピッチャーの湯浅投手が抜けてしまってたりとか、ちょっと不安な部分もありつつはあるんですけど、でそれでもやっぱり今のタイガースの投手陣っていうのは、セ・リーグどころか12球団見てもね、トップクラスっていうか、トップといっても過言ではないと思うので、そこにやっぱり安定した守備力っていうのがついてくると、2点以内に抑えとけば、まだなんとかなるんじゃないかなっていうゲームが作れると思うんですよね。選手たちもそこをこう、しっかりやることで、今結果につながってると思うので一つ自信にはなってるのかなとは思いますよね。お守りが今回強化されてきて、次求められるのは打撃の能力に、うん、本当そうですよね、なると思いますが、これからの課題といいますか、正直調子のいい選手っていう、本当にバッティングの今状態が調子いいなと思う選手って木浪選手くらいだと思うんですよ。1、2番ね、近本選手、まあ、この間サヨナラ打った中野選手っていうのも状態悪くはないと思うんですけど、いいとは言い切れない中で、まあ、なんとか 1,2 番が頑張ってくれてるっていうのはあると思うんですけど、本当にいいなと思うのは木浪選手ぐらい、あとはみんなどちらかというと良くないかなみたいな。佐藤選手に関して言えばね、僕はもうこれ本当にこの間解説の時も言わせてもらったんですけど、やっぱ佐藤選手って持ち味っていうのは長打を打てるっていう、まあ、彼の長打を捨ててしまったら魅力も何もないなっていうのはあるんですけど、今の感じだと長打がなんか打てるような感じがしないんですよね。多分その1年目からいろいろ試行錯誤しながら、まあ、バッティングのバットの位置であったり、足をこうすり足にしてみたりとか、ちょっと今足をちょっとだけ上げたりとか、まあ、多分いろいろ工夫はしてると思うんですけど、でも野球でやっぱ一番大事なのって、特にバッティングではやっぱタイミングなんですよね。タイミングをいかにどうやってうまく取るかっていうことをまず考えないと、いくら構えも良くてスイングもめっちゃ綺麗なんだけど、全くタイミング合わずにバットに当たらないってなると、まあ、結果的に出ないヒットなんか出るわけなくて、
タイミングを取るためにその 手の位置とか足の上げ方とかを多分試行錯誤してると思うんですけど、やっぱり見てるとタイミングがやっぱ取れてないんですよね。まっすぐを狙って打ちに行ってるんですけど、タイミングが合ってないから全部差し込まれて空振りするんですよ。ブワンって振って、うわ惜しいなって多分見てる人からしたらそれぐらい振れようって思うかもしれないですけど、僕からしたらいくら振ってもそのこのタイミングでは当たらないよな、で当たったとしても遅いからファールにしかならないよなっていうような今タイミングなんですよね。どんなタイプのピッチャーが来てもっていうそのタイミングの取り方の引き出しっていうのが多分佐藤選手は少ないのかなっていう気がするんですよ。ゆっくりタイミング取ってその緩いボールにガーってゆっくり取って打つ練習とか、逆にポンって投げてもらってそれをパンって合わすタイミングの練習とか、多分今佐藤選手ね、いろんなタイミングの取るバッティング練習をした方がその形というよりものがいいんじゃないかなとは思うんですよね。木浪選手だけが打撃の方がいいと、はい、お話されてましたけど、チームが打ててない状況っていうのはあるので、多分これが他の選手たちの調子が上がってきてってなれば小松選手のスタメンっていうのもまたこう出てくるとは思うんですけど、現状だと木浪選手外せないんですよね。外せないと外す必要もないですし、あれだけ打ってるわけですから、明らかにやっぱり進化してますよね。バッティング見てても試合前にちょっと話を聞いたら、基本的に言うと今センターから反対方向を意識してますと、でこっち打ちに来た甘いボールに関しては引っ張ったりしますけど、意識がセンターから左にあるんでボールをよく見極められるしボールがよく見えてるんですっていう話をしてたので、本当調子いいんだろうなって思ってましたし、でその18日の試合の中でもそういう状況で行ってるにもかかわらず、栗林選手からインコースのまっすぐをライト線に引っ張ってツーベース打ちましたよね。だからああいうインコースの対応っていうのもできてるっていうことを考えると、今状態は非常にいいなという、インコースも打てるし外寄りのボールを反対方向に、1打席目のレフト前のポテンヒットなんかっていうのは典型的ですよね。木浪選手のバッティングっていうのは今のオーダーの中で外せない、外す必要もないんですけど、だけどやっぱり、まあ、もっとやっぱりクリーンアップがね打ってくれないとっていうのはあると思いますし、まあ、あとはだから今森下選手が不調でね2軍にっていうのがありますけど、ポイントはやっぱ6番を打つバッターですよね。だから代わりに、まあ、この映像をね出す時にはもう井上選手が多分僕は出てるとは思ってるんですけど、井上選手がこう出てねどんな活躍をしてくれるのか、一軍に上がってきたタイミングとしては悪くないと思いますし、バッティング練習見てましたけどやっぱバッティング練習すごいですもんね。音がちゃいますもんね井上選手のバッティング練習ね。でああいうのをこう試合で使って彼がボンって打ってくれるとまた流れは変わったりするのかなと思うので、ちょっと井上選手がこうスタメンで出て、結果を出すところをちょっと楽しみにしたいなとは思ってますけどね。私赤星のりひろが、毎週月曜日にですね会員制のラジオを配信しております。多分知らない方が結構多いと思いますのでちょっと調べていただいたらなと思うんですが、そしてその一部をですね YouTube でも投稿しております。阪神にまつわる様々なことを意外とねぶっちゃけてますし、まあ僕のキャラ的に結構真面目なキャラで通してるんですけど、本来の僕の姿がそこでは見られるんじゃないかなと思いますので、そちらの方もぜひご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。投手陣全体的に振り返ってみていかがでしょうか。いやまあここまでは本当に先発ピッチャー陣よく頑張ってますよね。頑張ってるというか、まあ当初の予定通り僕が想定してた通りのピッチングをみんながしてくれてる中に、まあ、村上くんがね出てきてもうとんでもないピッチングをね、まあ、正直僕は見たかったですけどもうちょっと先までね、うん、ただあれはでも本当 1-0 じゃなかったら監督3点あったらって岡田監督言ってましたけど、多分もう1点あったら違ったと思うんですよ。2対0でも監督多分変えなかったんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり1対0ってこれ難しいんですよ。だから監督の気持ちもすごく分かるんですよね。要は1対、まあ、要は村上君プロ初勝利もかかってたので多分勝たせてあげたいっていう気持ちもすごくあったし、言うのは簡単なんですよ。いやなんていうの、記録かかってるからそのもうヒット打たれるまで
とかね、ランナー出すまで生かしてやってもよかったんちゃうかって多分僕もそれは確かに思うんですよ。だけどまあ、結果ね変わって石井君がホームラン打たれてもうその初球でしたよね、この選手にね。で同点になっちゃいましたけど、例えばじゃああれが村上君が言っててホームランで同点になりました、でファンの方からすると見てる人からするといやそれで良かったじゃんって多分思うと思うんですよ。僕もそれ一理あるんですよね。もしかしたら村上君の中でこれからプロ野球人生で頑張っていく中で引退するまでの間にこのチャンスがもう一回来るかって言ったら多分来ない確率の方が高いんじゃないかなって思うので、やっぱり記録っていうことを考えたらね、まあ、僕もやっぱりもうちょっとこう引っ張ってもよかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、でもこれは大いにだから野手陣に反省してもらいたいというか、村上君的に先発ローテーションの中の候補でいうと順番的に言うと怪我で遅れてる伊藤投手とかも含めたらもうギリギリなわけですよね。もうここでアピールするしかない、ここでいいピッチングをしないとまたこう下に行かなければいけないっていうのがあった中であのピッチングができるってことはやっぱ伊達に2年連続でねファームで2冠取ってるピッチャーじゃないなっていうのも思うし、今年見てたらローテーション入っても十分やっていけるなっていうのを見せてくれましたし、でここに今高橋遥人投手がね多分、ま、もうちょっと先になるとは思うんですけど手術トミジョン手術をして復帰に向けてね今一生懸命投げてますけどもちょっとずつですけどね投げれる段階にはなってきてるし、彼がなんか夏場の苦しい時に戻ってきてくれたらこれはまた相当大きな戦力にはなると思いますし、中継ぎでも石井投手とかね今年バンとオープン戦から1点も取られずに来て、で、まあ、これはたまたまね岡本選手打たれてしまいましたけどあれまでは1点も取られてなかったわけだし、明らかにその投げっぷり見ててもね後ろに持ってこいの選手だなと、顔つき見てもそうだし投げっぷり見てもそうだし、タイガースってやっぱ中継ぎがやっぱりこう毎年必ず誰かこう若い選手が出てきてくれて、まあ、岩佐君と浜地君なんて去年2人ボーンって出てきた2人ですけど、だけどやっぱり2年続けてっていう選手がちょっと今あんまりいないんですよ。岩崎投手みたいに毎年のようにねフル稼働してくれるありがたいピッチャーもいるんですけど、でもやっぱり若い選手がそこに出てきてる中に今回石井投手が出てきてくれたりとか若いピッチャー陣のレベルが上がってきてる証拠ですし、だから正直投手陣に関しては心配ないですよね。今ピッチャー頑張ってくれてるからこそなんとか早くね野手陣には調子を上げてもらいたいなとは思いますけどね。ズバリの予想といいますか、来月、まあ、これから、まあ、来月ですねの阪神の、うん、勝ち星の数とか貯金どれぐらいになってると、あ難しいな、すごいこと聞くな難しいとこだけど、まあ、できたらその一桁後半ぐらいは貯金 しておきたいよな、まあ、二桁まではいかなくていいですけど、ただ他球団の今の状態を見てると阪神がじゃあ何番目の状態にいるかって考えた時にチーム状況が正直今順位ではその上位争いしてるんですけど上二つには入らないんですよね、チームの状態で考えると。横浜は確かにいいで、カープもやっぱりいいと思うんですよ。だからただ状態が良くないチームが3チームほどいるっていうのを考えると僕は十分その貯金を増やす可能性っていうのはあるかなって思ってるので、ここでいかに貯金を作るか、5月までの間4月いっぱいの残りの試合っていうのは貯金をいくつ作るかによって優勝につながる大事な時期かなと。あと4つ5つは増やしたいよね、貯金を。そうすると8、9ぐらいなのかな、言い過ぎかな、7、8、うん、7、8持った状態で4月を終えられたら最高ですよね。うん、まあ、よくは言わない、よくは言わないけど、まあ、5以上貯金を5つ以上持って4月を終えられるか、この今のチーム状態で特に打線の状態の中で5、6、7、8その辺持って5月に入っていけるから、これは十分ですよ、うん、十分だし最高。これあくまで予想じゃなくて理想ね予想になってないけど理想トラトラタイガースをご覧の皆様、赤星のリードです。
4月27日木曜日、夜7時から阪神対巨人伝統の一戦を地上波読売テレビで生中継します。私は赤星のリロも解説をさせていただきますので、ぜひご覧ください。